召使い実装来ますかね。召使いはね今んとこねプレイアブル化するんじゃないかって言われてたけど私はなくなったと思う、え、みんなはどう思う？次会えた時も旅人と協力できることを楽しみにしているよっていう別れ方したってことは次は敵対でしょ、うん、いや召使いは敵じゃねえ。執行官が味方のまま終わるわけねえじゃん。いやー無理だと思うな。召使いはこのまま敵として終わって期待するなら今度少女のプレイアブルとかじゃない？どうなんだろう。いやまた会ったね旅人、私も今回も協力しようっつって仲間になる。無理でしょ。やだ面白くないストーリー的に。この間は味方だったけど今日は敵だぞの方がテンション上がるから、召使いは次はちゃんと終ボスとして敵対して、そのまんまバトルで終わるんじゃねえかなと思うようになってしまった。タルタリアみたいなパターンがいいな。いや私はでも召使いキャラデザ好きだから、まあ召使い来てくれるなら欲しいし、でも少女でもいいんだよな。揺れております。そう召使い今んとこただのいいやつなんだよね。それじゃおもろない。だって PV でさあいつさ召使いリネとリネットのさ看板みたいなやつドーンってやったやん。あのシーンなんなん？そんなシーンなかったやん。結局魔人任務でお父様そんなことしないからね。若干怒ってんねんけど、あれなんただの演出やん。あれじゃあの愛する子供たちのさ看板書いてあるイラストのバーンって倒すなんてやらないよお父様。なのに PV で倒してるからね。なんなんあれ。今んとこお父様の性格的にそんなことしないんだよ。なのにあのシーンがあるからやっぱなんか敵なんじゃね。ナビは どれくらい強くなると思いますか？わからんわからん。いやポヨバースが岩元素不遇やな。せやナビアぶっ壊れにしたろってなったらナビアクソ強くなるだろうし、まあ、久しぶりの岩キャラでアタッカー出すか、荒滝と同じぐらいにしたろっつったら、まあそこそこちゃんと強いアタッカーぐらいで、でも環境は変えないぐらいになるだろうし、ナビアがどれくらい強くなるかはポヨバースのさじ加減です。でヌビレットはもう明らかにあもう OP 出したろってなってるから、まあ、ティアーゼロの最強アタッカー出したろってポヨバースが考えて作ったのがヌビレットだと思うから、まあ、ほよばのさじ加減でしょうな。まあ、でも今、岩元素ちょっと不遇寄りではあるから、結構やっちゃっていいけどね。リオセスリぐらいまでは、リオセスリよりちょい強いぐらいでいい感じになると思うな。アタッカーならね、サポートならちょっともっとめちゃくちゃにしてほしい。勝利と同じぐらいいろんなパーティーに入れられて強い岩キャラ出しちゃっても別にいいしね。いろいろアイディアはある。今、結晶化反応がすっごい不遇だから、今、熟知ナヒーダ800あるやん。で熟知800で、結晶化反応って、ダメージ吸収してくれるのが 2.6 倍になります。でも結晶化反応ってレベル90でもシールド耐久値1500とかだよね。ヒルチャールの弓は1本しか防げへん。ヒルチャールの弓は1本防げる結晶シールドが、まあ、せいぜいヒルチャールの弓は 2,3 本防げるようになったところで死ぬときゃ死ぬし、ありがたいかって言われたらね別にね。うんじゃん。で熟知特化岩元素キャラってだから使わないんだよそんな。まあ、ゴローぐらいかな。熟知特化岩キャラありなのって。岩元素キャラで熟知伸びたら外れです。ちょっとそういうのを変えてほしいな。まあ、あと、超粘土も不遇だし、氷砕きも不遇だから、ちょっとそこら辺も救ってほしいけど。なんか、ナビアが、ニーローみたいに、なんか結晶反応を炸裂させて、バババババーするとか、あとなんか結晶化反応に絡めて、カズハぐらいいる、めちゃくちゃなバフする。まあ、カズハよりもバフいるね。そうでもしない限りは、ナビアが環境を変えることはない。ナビアが環境入りするんだったらリオセス3以上の性能のアタッカーにするか、まあ、カズハ以上のめちゃくちゃなサポート能力を持たせるかぐらいじゃねえと環境は変わらん。行くぞ。勝利ぐらいやってもいいと思うよナビアは。ナビア強いと嬉しいしね。ちょっと魔人任務的にもちょっとナビアなんかいいキャラだったから。ナビアどうなると思う？私ちょっとアタッカーかサポーターかもちょっと見当つかなくてな。スピナディロースらのボスだからどうなんだろうね。指揮官的な感じで味方を鼓舞するバッファーになるのかね。アタッカーでもいいけどな。でも魔人任務でちょっとね機械と戦うシーンがあってさ、その時バトルしてたし戦えもしそうだけど、わからんナビアに関してはマジで。でクロリンデは 120% アタッカーだってクロリンデがサポーターやったら強ザメでしょマジで。戦闘代理人で一番強いって言われてて、タルタリアが手合わせ願いたいっつってたクロリンデがさ、ヒーラーだったりしてさ、火力本人カスみたいな火力しか出なかったら、なえるやん。クロリンデは 120% なんか。だけど、ナビアはちょっとわかんないな。